パクチャヌクは、韓国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。韓国のいわゆる386世代の一人、自身の監督作品のうち、復讐者に憐れみを、オールドボーイ、親切なくもじさんを、復讐三部作、サイボーグでも大丈夫、乾き、イノセントガーデンを、人間ではない存在の三部作というテーマで、くくっている。 第62回カンヌ国際映画祭にて1963年8月23日、ソウル特別市生まれ、建築家の教授だった父親について幼少期からよく展示会に通っていた。美術に関心が高く、学生時代は美術史学者を夢見ていた。パクが青年期を過ごした1980年から1988年のソウルは独裁者だった。 全都管統治下の壮絶な状況にあり、そのような過酷な環境下で育ったことが、パクの創造力に大きな影響を与えたという、建国大学校師範大学附属中学校、長東高等学校を卒業後の1983年、美術史学者を目指して西江大学校哲学科に進学、写真クラブ、西江会に所属する一方、大学図書館で、 映画関連の書籍を読み漁り、大学の仲間たちと共に、映画サークル、西映画共同体を結成。多くの映画を見るようになり、映画監督になることを決意する。大学在学中、教授が開いた、小規模の映画上映会で、アルフレッド・ヒッチコック監督の、めまいを鑑賞したことをきっかけに、ヒッチコック作品に魅了される。以降は、あまり有名ではない映画を探し回るようになり、 アベル・フェラーラや、ハル・ハートリー、アキ・カウリス・マキの映画に興味を持った。これらの作品を好むようになったことで、完璧さを追求した映画よりも、技術や脚本もなく、撮られたような完璧にはほど遠く荒い印象の映画に、惹かれるようになる。それから、多様な映画と出会う中で、本格的に映画に傾倒していく。また、百八十三年に映画評論家として文壇に登場し、 以後約9年間映画評論家として活動した。1988年に西江大学を卒業した後、映画監督のイ・ジャンホが設立したパム映画社の演出部の一員となる。演出部時代にクアクジェヨンに出会い、クアクの映画監督デビュー作、雨降る日の色災画の助監督を引き受ける。しかし、独立映画のように撮影された雨が降る日の水災画で現場の難しさを感じ、 助監督を辞めて映画人の道を諦めることも考えたが、当時構想中だった脚本だけ完成させることにする。脚本完成後、再び映画に対する情熱を感じたことで映画の道に進むことを決心した。その後、小さな映画会社に入社したパクは、1992年に月は太陽が見る夢で映画監督デビューを果たす。生活のために、 映画評論家としても活動しており、1994年に映画批評集、映画を見ることの隠密な魅力を出版、1997年には2作目の監督作、3人組を公開した。初期のパクの監督作品は、当時の韓国では珍しい作風で、韓国映画界のニューウェーブとして注目されたものの、両作とも工業的には振るわなかった。パクは、 自らの監督作品の脚本も多く執筆しており、1990年代末から2000年代初めには、映画監督のイム・ヨンと、パクリダメという名前の共同脚本家としても、活動した。初期作品が振るわず困難のさなかにいた頃、自作脚本を映画制作会社ミオンフィルムに持ち込んだ。パクは、制作者の説得を試みる。その脚本が評価されたこともあり。 同社のシム・ジェミン代表から南北分断をテーマにしたパク34の小説 DMZ の映画化である JSA の監督をやらないかという提案を受ける小説のテーマやミステリー調の筋書きに惹かれたパクは監督を引き受け2000年に JSA が公開監督であるパクの意図やユーモアが作品に活かされていたことに加えて社会的なテーマも含まれており 観客動員数583万人を記録。その年の最高興行となった。この映画で、パクは、第21回清流映画賞監督賞、第37回百層芸術大賞監督賞、第38回大金賞最優秀作品賞、ドービルアジア映画祭作品賞などを受賞した。2002年に監督した映画、復讐者に憐れみを、で、 第3回不山映画評論家協会賞、最優秀作品賞及び、監督賞やイタリアフィルムノワールフェスティバル審査員、特別賞、ウーディネ極東映画祭観客賞などを受賞。続く2003年には、日本の漫画を原作にした、監督作、オールドボーイを世に放ち、観客動員数326万人を記録。また、同作品は韓国映画史上初の、 第57回カンヌ国際映画最新サイン特別グランプリを受賞するなど国際的に高い評価を得た2004年には模倣という言葉にちなんで会社名を名付けた映画制作会社模倣フィルムを設立以後代表を務める2005年パクは映画親切なクムジャさんを発表復讐者にあわれみをオールドボーイそしてこの親切なクムジャさんの3作品は 復讐をテーマにしており、復讐三部作と呼ばれている。しかし、この連作は、初めから三部作として企画されたわけではなく、前述の二作を発表した後に自作を構想する過程で、パクが即興的に復讐三部作とすることを思いつき、三作目として、親切なクムジャさんを制作したのである。2006年には、 第63回ベネツィア国際映画祭の審査員を移植される。2007年公開の監督作、サイボーグでも大丈夫で、第57回ベルリン国際映画祭、アルフレッド・バウアー賞を受賞。2009年には監督作、河木が、第62回カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞した。2011年には、世界初の iPhone4 で撮影した短編映画、 ナイトフィッシングを封切り、第61回ベルリン国際映画祭、キンクマ賞及び第44回シッチェス、カタロニア映画祭最優秀作品賞を受賞。2013年、宮アは思スカやニコール・キットマンを出演者に迎えた、監督作、イノセント・ガーデンで、ハリウッド進出を果たした。2016年に、監督作、お嬢さんが第71回英国アカデミー賞。 最優秀外国語作品賞を受賞。韓国国内では第53回百層芸術大賞映画部門で大賞を獲得するなど、国内外で多数の賞を受賞した。2017年に開催された第70回カンヌ国際映画祭では、韓国人で通算4人目となる審査員を務めた。同年、イタリアのフィレンツェ氏から文化芸術賞であるフィレンツェ氏の鍵が贈られ、 第35回、ブリュッセル・ファンタスティック国際映画祭でも、厚労賞を受賞した。2018年、イギリスの BBC 制作により、自身初のテレビドラマシリーズ、リートル・ドラマーが RY を演じるスパイを監督。2019年には、映画を含む幅広い分野での功績が認められ、ジュネーブ国際映画祭にて、フィルムビヨンド賞を受賞した。 2017年の韓国大統領選挙では、左派政党、正義党の陳所を支持した、ありがとうございます。